早く行ってやれ。どうやったら戻るのか。
君たちは長ネギと玉ねぎどちらが好きか。私は長ネギが好き。長ネギ、長ネギ、もういいや。
被害に遭いますよ。うん、そうだな。随分余裕ですね。まあ、言おうとよ。落ち着きたまえ。洗濯物と言ったら何だと思う。はあ、こんな時に何を言ってるんですか。そもそも研究所内では妹と呼ばないって何の言ったろう。洗濯物といえば、華やかな変身シーン、派手な爆発、そして巨大ロボットだ。巨大ロボット、とりわけさんが2年前に離婚して以来、人前に姿を見せることなく何をしてたと思う。そう、巨大ロボットの研究開発だよ。イノシシで何やってる。この2年間彼は昼夜休むことなく研究を重ね、その結果すでにカングリオンロボは大苦状態である。あと走るのが待つのみだ。まさしく今その時ではないか。こうして戦争は終わった。敵味方を問わず多くの血が流され、そこには勝利に酔いしれるものはなく、ただ
悲しみだけが広がっていた。愛する人を失ったレバ少尉もまたその中の一人であった。この戦いを最後に彼の姿を見た者はいなかった。
した。それは微妙ですが、脇役として。